年下の旦那さん、奥田瑛二さんとの結婚生活が40年を超えた安藤和さん、何度も離婚を考えた、と公言しているように、長い結婚生活の間には紆余曲折があったようです。また俳優の父とエッセイストの母のもとに生まれた娘、安藤サクラさんや、孫が誕生してからの奥田瑛二さんの変貌ぶりをまとめました。目次、安藤和、旦那、奥田瑛二と円満の秘訣は？安藤和の娘は2人、次女は安藤サクラ、孫誕生で奥田瑛二が大変貌。安藤和、旦那、奥田瑛二と円満の秘訣は？丸、安藤和さんが奥田瑛二さんと結婚したのは1979年1月でした。旦那さんは1950年3月18日生まれで、2歳年下。奥田さんは80年代に、金曜日の妻たちへ3恋に落ちて、などのドラマ出演でブレイクし、不倫してみたい俳優、として一世を風靡しますが、安藤さんと出会った頃はまだ無名の俳優でした。どれほど売れない俳優だったかというと、家賃滞納でアパートを追い出され、公園で寝泊まりする生活。もはやホームレス状態です。目の前の男性が泊まるところもないほどに逼迫していると知った安藤さんは、おそらく母性本能をくすぐられたのでしょう。自宅に招いて食事をご馳走するなど何かと世話を焼き始めます。そんなある日、体調を崩して倒れてしまった奥田さん。海外宿看病をする安藤さんの姿を見て、結婚を勧めたのは母でした。娘の結婚相手としてはとても合格点に満たない奥田さんでしたが、この二人ならきっとうまくいくと思ったようです。もともと映画志向が強かった奥田瑛二さんは、後に自らメガホンを取るようになりました。映画制作の借金がかさんでしまい、娘の留学費用や生活費にも事欠くほど困窮した時期もあったそう。そんな時、安藤さんはブランド品のバッグやジュエリーなど大切な宝物を手放したり、リポーターの仕事をするなどして、お金を工面してきました。もう限界、と離婚を決意したことも一度や二度ではありません。ところが離婚届を書き終えて、さあ届けようという段階になると、なぜか大きな映画賞を受賞する奥田さん。手放してしまったダイヤのリングに今も未練はあるものの、奥田さんは、俺のフィルムを指に巻いたら、と余裕しゃくしゃくで切り返すのだとか。お金にも浮気にも苦労させられたけれど、未だに夫婦を続けている、と安藤さん。なぜなら奥田さんはとても優しい人で、その長所は奥田瑛二という人間のほんの 2% の部分かもしれないけれど、愛すべき長所が 2% あれば十分と思えるようになったからだそう。私たちはとかくパートナーに多くのパーセンテージを期待しがちですが、結婚生活が40年を超える安藤さんの言葉は奥深く、学ぶことが多いですね。安藤和の娘は2人、次女は安藤さくら。安藤和さんには2人の娘がいます。長女は1982年3月19日生まれで、父と同じ映画監督の安藤桃子さん。次女が1986年2月18日生まれで女優の安藤さくらさんです。桜さんが2012年に俳優の江本佑さんと結婚した際は、2世俳優同士のカップルと話題を呼びました。奥田瑛二監督の、京子と秀一の場合、には夫とダブル主演。すでに多くの映画賞も受賞しており、実力派女優としての地位を揺るぎないものにしていますね。女優業の傍ら、初めて絵本の翻訳を手掛けることになった桜さん。ライオンの心の翻訳中は母の影響をとても感じたと明かしています。やはり文筆家の血は母から娘に受け継がれているのですね。
奥田家は、映画監督と俳優という父の仕事を娘たちがそれぞれ継いだことになりますが、母の安藤さんは桜さんが文章の世界に来てくれないかなと思っていたのだそう。いろいろな形で職業のバトンタッチがなされていることは、両親も嬉しいのではないでしょうか。孫誕生で奥田瑛二が大変貌、安藤和＆奥田瑛二夫妻には、2022年現在で孫が2人いることが明らかになっています。桃子さんと桜さんには1人ずつ子供がいます。桃子さんは2014年3月14日に一般男性と結婚し、2018年5月に離婚しており、出産した時期は不明です。桜さんの子供については2017年6月27日に江本さんが出産を報告。後に女児であることが分かりました。2022年には5歳になりますね。孫の誕生で別人のように変貌したのが奥田瑛二さん、期待の色男として名を馳せ、女性関係も娘に話す奔放ぶりだった奥田さんが、今や孫たちに、レイジーと呼ばれてメロメロになっているそうです。そればかりか、積極的に育児に参加したり、妻に自分の火を浴びたり、幸せを素直に感じられるようになった、とつぶやくこともあるのだとか。夫の育児ぶりは安藤さんも絶賛するほど。この激変は今後仕事面にも現れてくるかもしれませんね。安藤和さんの母雅子さんの長年にわたる介護を家族で乗り切ったことや孫の誕生でファミリーの絆はより深まったのではないでしょうか。これからも微笑ましい家族の話題を提供してほしいですね。